ちょこんにちは。豊さんノーマークでした。何のトレードです。藤浪投手の、まあ、もう大谷選手のことばっかりに世間は言ってたんで。いやいや、俺は藤浪のことも気になってたよ。トレードですか？いやいや、まあ トレードはちょっと意識はなかったけど、はい、マウンドに横田慎太郎って書いて、ね、マウンドに登ってっていう、いい子だなって、ハートがある選手だなっていうふうに思ってて、はい、アメリカでね遠く離れてやってるけども、そういう思いを持ちながらやってくれてるんだなと思うと、ちょっと胸が熱くなったけどね、はい、うん、そうですね。で、まあ、日本時間の7月の20日アスレチックスの藤浪晋太郎投手がオリオールズにトレードというところで、ね、いや本当そうだね、はい、相手のオリオールズは現在首位ですね、うん、走ってます、はい、貯金も多いですし、いやだからなんていうの、その周囲のチームからさ、はい、オファーがかかってトレードで行くっていうのなんかさ、はい、もう大出世だよね。そうです、本当に貯金21、ア・リーグ東地区の首位で、プレーオフ突破の中継ぎ強化のために、うん、まあ、7月防御率 2.00 と安定感を見せていた藤浪投手に白浜矢が立ったというところで、ね、やっぱり魅力あるんだよね、はい、まあ、確かにその制球を乱す時もあるけども、うん、やっぱあれだけの速いボールを100マイルバンバン出すわけでしょ、はい、それは魅力は感じるんだろうな。そうですよね、うん、で7月、まあ、7月と6月のその防御率をどん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 上げていってっていうところでの成績が非常に評価されてるっていうところも、うんうん、まあそうだね、はい、まあ慣れてきたんだろうね、いろんな環境に。そうですね、またでもちょっと変わるからな、環境がな。そうなんですよ、まあ、それと首位のチームのプレッシャーっていうのもあるだろうけども、まあ藤浪の春夏連覇とか甲子園での、はい、そういうことを考えると、まあ、精神的に弱いっていうことはないと思うしね、それだけ耐えうる、まあ、ものは持ってると思うんで、まあ、うまく活躍ができればねいいなとは思うけど、そうです、まあ、プレーオフで藤浪の姿っていうのは見たいよね。いや本当そうですよね。いや本当本当、これ、まあ、大体出てくると思う。おお、まあ、そこまで貯金があるとね、もう貯金もありますし、確かに。ただオリオールズはと、投手力というよりも今打がすごくいいというところで、うん、ちょこっと打たれたとしてもその野手が逆転などもしてくれるので、非常にここまで快進撃を続けているとなると、まあね、藤浪投手ももし失点したとしてもそんなに気負うことなく、それはピッチャーはやっぱり失点したくないよ、はい、あ、どんな状況でも、どんな状況、あの打線がどうのこうのとか、うん、それはもう結果で、あ、打ってくれっていう願いはあっても、はい、そういうことは算段しながらマウンドにはいかないよ。うん、うん、いや、しっかり抑えなきゃっていうようなね、まあ、一つの思いでいくと思うけど、はい、だけど、街も住む環境も、はい、いろんなね、周りの環境も変わってくるだろうから、うん、また慣れなきゃなっていうのはあるよね。そうですよね。で、いや、非常に藤浪投手、強運の持ち主だっていうふうに、みんな、周りからも言われていて、まあ、そのアスレチックスが早々に離脱、優勝争いから。あのね、強運じゃなかったら、うん、春夏連覇なんかできないよ。ですよね、そもそもが、うん、やっぱね、春夏連覇、甲子園で、ね、うん、全国であれだけの高校があって、だ、確かに優秀なメンバーは揃ってるって言っても、うん、やっぱそこには運がないと、はい、やっぱできないよ。相当な運のも、やっぱね、強運の星のもとに生まれてる、生まれてるよ。で、そのアスレチックスが早々にそのもう優勝争いできない、進めないというところで、結局その日本一にそのオーナーがしてると、うん、日本一、日本一トレードの、はいはい、で、藤浪投手とか他の投手ももう勝ち負け関係なく、本来だとその4月5月の投手のこの防御率だとそんなに試合にはもう出られない。いや、それはもちろんそうだよね。そこを勝ち負け関係なしにやっぱりどんどん使ってもらえた、うん、そこでさらに代理人が 3A には本人の意思なく降格はできないっていう契約を結んでいるっていうところで、どんどんやっぱりチャンスをもらえてここにたどり着いていったのかなっていう。まあそうだね、うん、ただチャンスをもらえるって言ってもさ、はい、それへの結果を出していかないと、うん、やっぱトレードなんかってならないし、はい、で、まあ、確かに投げるたんびによ よくはなってきてたよね、はい、だからそれは目につくよ。あれだけの速いボールってなかなかやっぱメジャーでも投げないよ。
そうですよね、うん、100マイル以上投げるわけだから、でも100マイル近くはたくさんいるけど、100マイル超えるピッチャーっていうのは、まあ、そんなにはいないからね。でもその球の威力っていうのはやっぱあるよね、うん、その日本一って言うけど、やっぱそれなりの実力を認められたっていうことから考えると本当に頑張ったんだなって思うよね。そうですよね、うん、でまさに本当に優勝争いのできるチームにもう移っていくというところで、そうだよ、これでワールドシリーズお前取って、お前リングでもやめてくれよお前1年目でそれは大谷は成績はいいかもわかんないけど、はい、チームはやっぱダメですか、ね、ダメだからね、ちょっとね今だけど、その大谷がワールドシリーズ勝ったみたいな、最後投げたみたいな、指輪したみたいな、うん、藤浪投手が、うん、いやそしたらすごいよやっぱり、その大谷選手がずっとそれをしたいと思ってたことを藤浪投手ができてしまうっていう、先にする可能性があるですよね。本当強運の持ち主というか、いやいや実力ですけれども、ただやっぱりアスレチックスっていうチームから、豊さんも言ってるそのオリオールズに行く環境も変わる、非常にこのシビアな戦いっていうのがからあとずっと続いていくとなった時に、まあでもね、藤浪はどちらかというとやっぱそういう緊張感の下で野球やった方がもっと力俺出るような気がするよね。だってそういう環境でずっと投げてきたピッチャーだから、はい、そんな弱いチームってそんな投げたことっていうのはそんなないと思うんだよ。でもやっぱりある程度こう緊張感があって、そうしたらもっと俺はなんかこう力が発揮できるような気はするけどね。もちろんオリオールズでもその中のイニングまたぎだったりとか、うん、まあ、リリーフ的なもちろん役割でっていうことも、うん、そうだよね、まあ、そうだと思うよ最初はね、うん、ただ本当にまとまってきたらクローザーっていう話もあるだろうし、まあ、クローザー、いやこっから勝ち続けていくっていうのはクローザーに負担がかかってくるでしょ、はい、でアメリカっていうのは100球前後で変えていく、必ずつないでいくっていうことを考えると、なんかこうクローザーに登板方が来たとしたら、はい、じゃあ今日は藤浪で行ってみるかみたいな、はい、やっぱこうそういう場も与えられるような気はするけどね俺はね。だからその時にいいピッチングができれば、はい、もっとこう価値が上がってくるというかさ、はい、まあ、今でもね首位のチームにトレードされるっていうだけでも価値っていうのは上がってるわけだから、はい、だからまあ、そのぐらいの活躍を見せてほしいよね。そうですね、うん、でやっぱりフォームもやっぱりちょこっと微妙に変えたらしく、その無駄なものとかを省いて削ぎ落として削ぎ落としてシンプルにしていった、それが功を奏したっていうのにも書かれているんですけれども、やっぱり自分なりにそういうことはしてたんですね。やっぱね、やっぱね、良くなろうとして考えるよ人ってだからそれがハマるかどうかは別として、はい、藤浪の場合はハマったんだろうね、ハマっていってるんだろうね今、はい、だからそれはすごくもう良くなることしかないし、はい、まあ、そこから下がったらまた元に戻せばいいだけの話だから、うん、だからやっぱいいなんかこうフィーリングみたいなのを掴んだんじゃないの。そうですね、うん、あと記事ではランナーを背負っていない時のその藤浪投手の例えば防御率とランナーを背負った時で若干やっぱりまだ開きがあるので、うん、そのあたりは豊さん例えばこういうことを注意した方がいいとかなんかあります、起用のされ方とか。まあそうだな、まあでもなんていうの、藤浪はもう制球さえ、はい、ストライクさえ取れれば俺はある程度抑えられるピッチャーだと思う。それはね、いくら速いボールでもメジャー打たれる打たれって言うけど、はい、いやだけどそうじゃなくて藤浪のその球の質だとか、うん、そういうの本当に指にかかったボールっていうのはなかなか打つのは困難だと思う、うんうんうん、だからそこら辺はもう自信しかないんじゃないの。あとあのね、はい、運があるんだやっぱり。ありますよね。やっぱりやっていて、うん、運っていうのは感じるよ、星というか。だから藤浪は本当にいい星の下に俺は生まれてると思う、うん、だからそれを自分で信じれるかどうかだよね。ここで打たれちゃいけない、打たれたくないとか、だから誰しも思うよ。だけどそこは自信を持っていいと思うよ、うん、こういうところでは絶対打たれないっていう、そのぐらいでいいと思うけどな俺は。あとキャッチャーとのコミュニケーションというか、そのあうんの呼吸というか、そのあたりってどうなんですか。一球にもうポンとチーム変わりますけれども、でもまあそういうところもある程度データを持ってるだろうし、まあ、こういうパターンで抑えてきてるっていうのはキャッチャーも知りたいだろうし、はい、まあ、おそらくそういうデータも見るだろうしね、うん、だからそういう意味ではリードに関してはそんなに心配ではないし、うん、嫌だったら首振りゃいいだけの話だから、まあ、投げやすさ投げにくさっていうのはもちろん、まあ、人がいるわけだから、人対人だから、まあ、あるにしても、まあ、それはないことをに願うけどね。だからまあそのぐらいでいいんじゃないかなと思う、うん、でも俺はより活躍ができるような気がするけどね。おー、その
例えばプレッシャーとか注目度が高ければ高くなるほど、うん、藤浪投手威力発揮というか、いやそうそうそう、うん、それをあの糧にするタイプだから、はい、僕は期待してるけどね。俺もあとあの解説の藤川球児さんもすごい喜んでましたね。そうだろうな、はい、いやそりゃやっぱりね、日本人として応援するよ。そうですね、うん、だしやっぱりこう日の目のあるところでね、うん、浴びるところでやっぱ活躍を望むよね。だから注目だよこれから。そうですね、いや本当に本当に、うん、ね、だからその地上波とかではやっぱりどうしても大谷選手のことがピックアップされますけれども、でなかなかね藤浪投手がトレードしたってなかなかあのメディアでテレビではあんまり、まあ、まあそうかも分からんけど、いやでもあれだよ、うん、オフはもう藤浪一色になるかも分からないよ、ポストシーズンで。それが楽しみですよね、そうなったら。でもマイケンもね、怪我が癒えて、はい、投げて、ね、注目されるようになるぐらいのピッチングもしてるし、はい、まあ、ダルビッシュは順調に勝ってるし、はい、ね、鈴木誠也もホームラン打ったとか、はい、まあ、いろいろ、まあ、吉田正尚も、うん、だから活躍しだしてきてるから、はい、まあ藤浪もね、多分やってくれると思う、またね。そうですね、期待してます。だからオフは藤浪が一番いい思いするかもわかんないんだよ。その可能性十分ありますよね。期待してますよな。はい。はい。